はい、えー、こんにちは、トイダーの友です。それではですね、今日は日本製鉄ですね、5401見ていきたいと思います。まあ、日経平均ですね、結構大幅安っていうことで、えーまあ、その合いの悪さっていうのも受けてですね、日本製鉄は90.5円安、2.95%安ということで引けております。まあ、こういったですね、えー、暴落の時にこそですね、チャートをしっかりと見て、冷静に分析をするっていうことが必要かなというふうには思っております。 ということですね、えー。ちょっと分析をしていきたいと思うんですが、まず結論から言いますと、 えと以前にですね、えー、この日本製鉄、3%ぐらい下落したときに、これは調整ですよっていうような話をさせてもらったときがあったと思います。それがですね、この辺の、これですかね、この大院線のところなんですけども、まあ、このときとこのとき、今回のね、今日の下落っていうのは、パーセント的には一緒なんですが、えー、このときはですね、結構僕は自信を持って調整ですというような動画、要は調整ということは、一時的な下落に過ぎず、さらなる上昇をしていくよっていう話をしたんですけども、 今回のこの下落に関しては、あちょっと調整とは言えない可能性も結構あるなと。要はこれ以上にさらに下落していく可能性っていうのも十分あるなというふうに考えております。まあそのあたりですね、えー、ちょっと週足ぐらいから見て、まあ月足も見てみましょうか。はい。えー、月足ですね、えー、まあ大陰線をつけつつあるということで、まあ4月ですね、まだ3日しか経っていないので、えー、まあこれに関しては,はそんなにですね、気にすることはないかなというふうには思います。 で一応、寄り付き逆行、引け順行という言葉がありまして、寄り付き、まあ、突き足で言うとですね、今なんてまだ3日目ですから、寄り付きですよね。で寄り付きっていうのは、本来行く方向に対して逆に動きやすいという傾向があります。そして、えー、引け、要は月末にかけてですね、順行ということで、えー、本来行きたい方向に進んでいくというようなことですね。なので、えーまあ、日本製鉄、これが上がっていくとすればですね、まあ、4月のこの頭、あの付近でですね、一旦こう下に押すっていうのはですね、な、まあ、ら問題はないと。 というかあこれをですね、えー、巻き返して下ひにしてくれればさらにですね来月以降の強い回っていうのがですね、えー、まあ期待できるだろうということなので、まあ、突き足に関してはあまりいい関係ないかなと思ってます。問題週足でして 前回のね前回か前々回ぐらいの動画で、しわし強いですよねって話をしました。ただ、この大陰線に対して、インサイドしてますよね。この実体部分っていうのがインサイドして引けていますよね。引けですらも、このね実体部分を超えれてないっていうことを考えると、この大陰線のこの実体部分の一番上のライン、ここの上限っていうのを乾きに、ここですね、レンジである程度持ち合う可能性っていうのがあるだろうという話をさせてもらいました。そしてこのライン ですね、えー、この高値のこの横軸のラインっていうのを抜けたところで買う、ですねこの矢印のようにここから買っていくっていうのが優位性は高いですよっていう話をさせてもらったかなと思いますただ、ですね今この、まあ、3日間、今週足見てみますと第2戦に後ほどなっているんですけども、前週のこの要請に対して完全にアウトサイドして引けているわけなんですよね。 で、その前の週のこの小回しのですね、要、え、請、ー、に対してもアウトサイドしそうな勢いがありますので、まあ、そうなってくるとですね、まあ、今週の確定、まだあと2日ありますけどもこの木金がですね、軟調に終わった場合っていうのは来週以降、ですね、さらにもう一段下この,の2700円ぐらいを目指していくようなそういった展開になる可能性っていうのが十分高まりますので、まあ、前回のようなですね下落、一時的な下落とはまたちょっと違う可能性っていうのが出てきたなとしわしわ見ると思っております。 さらに冷やしですねで。冷やしを見ていくと、ですね、えーまあ、こんな感じになってまして、まあ、今日の足がこれですよね。で、えー、そうすると、まあ、このですね横軸のラインっていうのも、こんなにあっさり抜けてきてしまったっていうことなんですよね。要は、ここでですね何日もずっとですね、えー、揉み合っていて、これ、配当落ち前ですよね。えー、まあ、なかなかこのラインっていうのを実体ベースで抜けないっていうところの、この結構固め。まあ 直近でいうと固めの水準っていうのがあって、そして配当落ちをして、その直後ですね、一気に買われたというようなところで、まあ、そこそこですね、ここっていうのは起点となっていた、まあ、ラインだと思うんですけども、それをですね、もう寄り付きから抜けてきたっていうところですよね、下にですね。っていうところを考えると、かなり弱い。そして、直近のこの高値。 これをですね、全くですね、この高値に対して近づけずに下落して元の値位置まで落とされているこの弱さっていうのも考えないといけないなというところですさらに買いしを時間足で見ていくとこのですね、斜めのネックライン これがですね、えー、この底根のところですね、えー、3回、今回タッチしてますけども、この横軸のラインというのを、横軸じゃないですね、斜めの軸のラインというのを規定をしたことで、まあ、ここを抜けると下だよねっていうような、そういったラインっていうのを、き、まあ、今日しっかりこれを規定してしまったなというような感じです。なので、えー、まあ一定のここの底堅さっていうのは、今ね、今日確認はできたもののですね、明日、明後日でここを下に大きく割り込むようなことがあると、こう横がもうありませんので、一気に下までですね、 落としてててくるるっっいいうう可能性っていうのがこれ十分にあるかなという,ふうには思っておりますなので、えー、これは結構ですねあの下落を警戒しなきゃいけないパターンかなと思います上根も切り下げてしまっていてそして、えー、下根のこのネックラインっていうのをきれいにしっかりと規定をしてしまったということなんですよねこれは前回のおこの、ね、暴落のところこれはずっと高値更新した上での下落なので、えーまあね、一時的な調整である可能性が高かったわけですけども今回っていうのは高値更新もでき 安値はあ、まあ、ほぼほぼ同じ値位置で、えー、こう切り揃えているような感じでネックラインも規定というような形になりますので、えー、結構ですね、えー、弱いなというようなそういった印象です、まあ、1時間足とかを見てもですね、えー、今日もずっとねだだ、えー、下がりというような感じで全く変われる局面というのが、まあ、最後のねここのネックラインのところ以外はほぼほぼなかったというような状況そしてこの節目の横軸のラインもあっさり抜けてしまったということを考えると まあ、およそこっから買うっていうのは一つあの戦略としてはですね短期トレードとしてあるんですけれどもまあそんなにですね優位ではないとむしろ気楽そのダウンサイドっていうのをしっかり見たトレードっていうのをしていかないと第事故になると。 いうようなことを考えていかなければいけないかなと思います。まあ、目先はですね、この三角持ち合いですね、この斜めのトレンドと、この下落のトレンドラインですね、この二つの斜めのですね、まあ、三角持ち合いですね、このところっていうのをどういうふうに決着されるのかっていうのをですね、まあ、見ていくっていうのがですね、一つあるかなと思います。まあ、この、ね、上昇の、あすみません、下降のトレンドラインに回帰をしていけるようであればですね、ま,あ、また上昇の力っていうのはですね、まだまだ生きるかなというふうに思いますし、 まっさりと、この横軸のね、ラインっていうのを割ってくるようであれば、まあ、結構厳しいかなというふうに思います。一応ダウンサイド見ておきますと、この辺のラインですね。はい。大、え、体、ー、いいですね、この辺の横軸のラインですとか、えー、斜めのライン、この辺のところがぶつかるような2700円の中盤ぐらいですかね。あと200円ぐらいの落下っていうのはですね、えー、ちょっと注意してい、えー、かないといけないかなというふうには思っております。 はい。ということですね、今回は短い時間ではあったんですけども、日本製鉄ですね、えー、ちょっと今日の急落を受けて再分析という形でやってみました。えー、まあ、繰り返しになりますけども、単なる調整とは思わない方がいいかなというふうには思っております。えー、ただ一応ですね、このネックラインで止まってはいますので、えー、まぁ、明以降の値動きですね、非常に注目かなというふうに思っております。 えー、今日のね、えー、僕の分析を受けてですね、何か思うところとかありましたら、ぜひコメント欄でですね、教えていただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。